はい、到着また笠木です。さあ、ちょっと今日は試し張りしたくてまた持ってきましたけどね。さあ、それでは説明の方をしていきたいと思います。はい、今日はね、2回目幕ですね。久しぶりに、久しぶりの2回目幕やな。ビッグワンポールのこの間二股ができなかったんで、その二股化をしたいと思います。材料は揃えてきたから多分できると思う。で、あの緑のやつがオリジナルうちで作った、テントタープみたいなやつですね。さあ、それで、連結して貼っていきたいと思います。よいしょ。はい、とりあえずワンポールで立ったので、二股化していきたいと思います。転入うまいことできたよ。リベンジなりましたわ。ほら、ほれ、わあ、広いな。やっぱり二股化すると広いですね。完璧。ちょっとしんどかったけど一本抜くのがねでも全然、あ、これはいいわ。あ、これはいい、これはいい。よしよし。あ、真ん中にポールがないってほんまに広いな。いいね。よし、これであと石油ストーブ入るからそれで OK です。初お目見えですね、うちのオリジナルテントタープでは出していきたいと思います。なかなかうまいこと言ったよ。300、300、さすがに広いね。よし、サイドウォールもね、あの途中まではあるので、ああ、よかったよ、なかなか。うんうんうん。で、あとここはフェンス、いつものケージ入れれば、うんうんうん、いけるいけるいける、だいぶいけてる。よし、そしたらもうちょっとしていきたいと思います。今日はちょっと風強いので30打ち込みますわ。飛んでいったら困るかな。はい、今日はね、面白いものが来ましたよ。寝袋なんですけど、フィルパワー4500グラムダウンが入った寝袋、マイナス40度までいけるらしいよ。すごいっしょ。見えてる？よいしょ。これ重さ5キロ羽毛でどうよこれあったかいんやろ、そら。二股化したらやっぱりいいね。すごい広い、広く感じる。一緒やねんけど、あ、いい、めっちゃいい。よしよし。
もうこれナイスやね。めっちゃ綺麗に貼れる。あのケージがね、すげえまっすぐや。これいいな。これからこれにしようかな。すごいスペースが広く感じる。それではできたので、ワンズを下ろしたいと思います。いかんじゃないよ。ほい、だいたいできました。わあ、何も見えへんやんけ。ビシュ乗いて、こっち来て、ビシュビシュこっち来て。はい、できました。よし、こんな感じで今日はやりたいと思います。今日はソロストーブを持ってきました。うん、毎度。なんか可愛い。モンベルで売ってたんやのこれ。今日は寒いから、ほらベスト。ほい。ここが光るのよ。ポータブル電源で電熱ベストね。これめっちゃあったかいから今日は持ってきました。よいしょ。さあ、どれぐらいの燃焼してくれるのか楽しみです。ソロストタイタンね、これちょっと大きめのやつ。一緒、なか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 の大きさ。おい、以上終わり。早いな。よし、あとは薪は切って持ってきてるので、ほら、かわいいっしょ。ほい。これでちゃんと入るから、大きさ的にね。よし、これで焚き火していきたいと思います。よし、それでは着火。もう最近マッチ多いな。マッチでいいんだが。よし、はいよ、こんな感じで。さあ、そしたら、よし、いい感じや。いいね、これソロストーブ。とりあえずアッサムティー。全部ないわ、もう。あ、もうなくなったわ。これ最後や。まだ買わなあかんな、カルダモン。だいぶお外は寒くなってきましたね。見える？あ、見えるね。7度。7度ね。すごい沸くのは早い。燃焼効率めちゃめちゃええな、これ。さすがやね。さあ、そしたらもうこれしかないから、今日はこれでいきたいと思います。熱っ。では、いただきます。よいしょ。うん、よし、はいよ。2人前以上あるな、これ。いただきまーす。あー、美味しい。うまいっすよ。あったまる。あー、甘くて美味しい。うん、というチャイでした。ほらほら、これで見えるやろ。いいよ、いいよ。赤、緑、青。よし。赤が一番あの長持ちするの、ね。で、青になると多分熱いと思う。60度か70度ぐらいになるって言ってたから。電熱の入ってるところはね。いいね。ずっと見てられるの、この二次燃焼。素晴らしい。ほい、刺したらだいぶ冷えてきましたね。お外見えるかな。よいしょ、こんな感じかな。
もう幕外も幕外も一緒、外やから今6度5度5分ぐらいかな。さあそしたらね、今日は、ヒラメ1匹ヒラメが売ってたので、お作りにしたいと思います。持ってきましたよ、ちゃんと。私の愛用の包丁ですね。さあそれでは、お作りにしていきたいと思います。十分お作りでいけるって書いてあったからね、って言われたからね。よいしょ、それではやっていきたいと思います。味噌汁かなんかにしたいな。よいしょ。よし、できた。ほい、ヒラメの作り。美味しそうやんか。よし、マリ。よいしょ。よいしょーと、これだけあれば十分でしょう。よいしょ。やっぱ自分の作った箸はいいね。それが一番いい。さあ、いただきまーす。どんな味かなーと。たまらんな、これはめちゃめちゃうまいな。めっちゃうまい。もううまい。おいしいね。
ヒラメ最高。はい、それではね、今日のメインはプルコギ、プルコギ買ってきました。で、炒めて食べたいと思います。よし、プルコギだ、プルコギ。でーん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 、うわすげえ、見て見て、すごくない？そしたらご飯も炊けたと思うので蓋オープン。よし、ええ感じに炊けてるじゃん。あ、いけてるやん。うん、おいしい。うん、うまっ。うん、おいしるだけやけど、ああ、中膨れた。ワンカムでサタイム、ちょっと向こうの方に移動させた。いいよ、ゆっくり食べな。おいよ。さあ、そろそろ冷えてきたな。2度、4度、まあそんなもんやろ。なので、また10時から今日ライブせなあかんから、そろそろ幕内に引きこもりたいと思います。お、あったか、あったか。よし、
よいしょ、広いな。やっぱ8人よってなったら広いね。よし、ちょっとゆっくりしたいと思います。ライブ中。ライブ中。さあ上、マクナイマクスと氷点下ですわ。寒。はい、おはようございます。はい、まあこんな感じでございます。さあ何度まで下がったかな。おー、地震の氷点下やね。あー、寒っ。幕内も一緒やね、みんな。あ、もうなんか慣れた、もう。そんな寒くない。犬は今外出てますわ。さあ、もうちょっと寝ます。はい、おはようございます。それでは片付けて帰りたいと思います。はいよ、暑、24度、外8度ですね。よし、そしたら頑張って片付けて帰りましょう。おい、だいぶ片付いていってます。よいしょ。はいよ、さあ、あとはさ、さあ、そろそろしたら帰りたいと思います。12時半頃かな。さあ、それでは皆さんお疲れ様でした。